3、結晶系は、未型晶系。白色褐色で脆い。石炭層に存在する石炭が、石炭層内で自然発火し燃焼した結果、鉄や硫黄を含んだ高温の石炭ガスが地上に噴出し、大気中で急冷されて結晶化した昇華鉱物である。潮解性がある鉱物であり、室内における通常の気温、湿度で保管すると、みるみる大気中の水分を吸って液体となる。このため、採取と保管、運搬には細心の注意が必要な鉱物である。1992年、三笠市立博物館の小林和夫と長谷川浩二が三笠市内本別川東岸にある石炭ガスの噴気口周辺で見慣れない昇華物質を発見し、サンプルを採取した。採取されたサンプルは、夕張市立夕張中学校の小林信夫の鑑定により、新鉱物の可能性が指摘され、北海道大学理学部地球惑星物質科学科の岩石学者、荒田清信にサンプルが届けられた。荒田清信は観察の結果、新鉱物を確信し、同学科の地球惑星物質論教室で、粉末 X 線解析による結晶構造解析法に熟達している鉱物学者、三浦博之に解析を依頼。取り扱いの困難な鉱物にもかかわらず、三浦博之は結晶構造を解くことに成功した。北海道大学教養部の平間正夫による科学分析データとともに、このサンプルは新鉱物、未火砕石として国際鉱物学連合に報告した結果、1994年に承認された。取り扱い困難な鉱物の採取を行った小林和夫、長谷川浩二、そしてそのような取り扱いが困難な鉱物の結晶構造を解析した三浦博之の手腕は評価に値する。三浦博之はこの功績により新鉱物を発見した者に与えられる櫻井賞を受賞した。北海道大学理学部地球惑星物質科学科地球惑星物質論教室では歴代の教授のうち初代教授原田純平、二代目教授八木健三について、原田医師、八木石と名前にちなんだ鉱物が存在していた。このため、教室では三代目教授を務め、未火砕石が発見された1992年に、定年退官した、針ヶ谷幾英の花向けとして、幾石と命名することを提案したが、生粋の土産師である、針ヶ谷幾は、自分の名前にちなんだ命名を誇示し、北海道の地名が、世界に知れ渡り、歴史に残ることを選択した。ありがとうございます。